1955年7月、再び米軍に土地を奪われた、家江島の農民は人々に訴えるため、古事記更新を始めた。重剣とブルドーザーは、朝鮮戦争下の1950年代に、アメリカ軍が占領下の沖縄で、武装兵を送り込んで基地を拡大した一連の土地の強制接収を指す表現。沖縄戦後から、米軍の占領下にあった沖縄で、 米軍はさらに土地摂取を進めるため、1953年4月に土地収容令を交付した。米軍は土地と家屋と生活を守ろうと抵抗する住民に対しては武装兵を出動させて土地から追放し、ブルドーザーを使って家屋を押し潰しながら軍用地として土地の強制摂取を進めたことから、銃剣とブルドーザーと呼ばれる。沖縄戦のさなか、 米軍は住民を収容所に送りながら広大な土地を摂取して基地建設を進めた。1951年サンフランシスコ工和条約の発行後、米軍に摂取された土地の保障を求める声が上がったため、1952年11月土地を摂取された住民と賃借契約を結ぶための米国民政府フレ第91号契約権についてが交付されたが、 賃貸借期間は20年、一坪の年間賃料は2000と、程度、約9坪で、コカ・コーラ1本分という悪条件であったため、契約に応じる人は、ほとんどいなかった。1953年4月、琉球列島前国民政府は、さらに新しい土地を摂収するため、軍用地摂収の手続きを定めた、米国民政府府令第109号、土地収容令を交付し、 強制的な土地摂取を開始した。武装した兵力を送り込んで強制的に住民の土地を奪い、家屋をブルドーザーで破壊したが、それは1945年の4人に1人の命を奪い、インフラと家屋をはじめ多くの文物を怪人に返した沖縄戦から必死で立ち上がろうとしている住民にとってさらなる苦渋を押し付けるものであった。 アイゼンハワー大統領は1954年1月に沖縄基地の無期限保有を宣言し、米国民政府は軍用治療の一括払いを公表したが、住民はこれに激しく抵抗し、琉球政府は土地を守る4原則、1.1括払い反対、2適正保障、3損害賠償、4新規接収反対の4つのスローガンを掲げて対抗した。 北港住宅地区島尻郡回し村は、シュガーローフの戦いなど壮絶な白兵戦が長期にわたって展開された沖縄戦の激戦地であり、住民の多くが犠牲となり、土地は木の影もない焼け焦げた土地となった。生き残った住民は民間人収容所に送られ、故郷に帰還できたのは1947年の頃だった。1952年10月16日、 米国民政府は12月10日までにメカル、アジャ、アマヒサの集落を明け渡すよう収容通告出したが、立法院はこのような収容権限はないと主張した。1953年4月3日、米民政府は土地収容令を発行し、4月10日に収容通告、翌11日の早朝には米軍の武装兵に警護されたブルドーザーが次々と土地を接収した。 接収地は、米軍の住宅地、僕港住宅地区となり、プール、スケート場、ゴルフ場、小学校等の関連施設も建築され、フェンスで囲われた。1987年に返還され、不発弾などの土地整備の後、2009年11月には、那覇新都新築おもろ町の再開発事業として、ツインタワー、DFS ギャラリア、沖縄、沖縄県立博物館、 美術館、大型公園、新都心公園などが造成された。1953年12月20日のおろく村串の住民と民政府土地化による土地問題についての座談会現在の那覇空港がある場所は、かつては島尻郡おろく村と呼ばれていた。1933年8月、日本軍が旧おろく村、大峰の土地を 強制接収し、オロク飛行場を建設した。大田寺海軍中将率いるオロクでの戦闘後は、米軍の各種空港施設となっており、オロク村愚の多くも、すでに軍用地として占領されていた。米軍が、愚子、宮城、甲羅、赤峰の住民に既存を許可したのは1947年8月のことであった。米軍はこの時点ですでに、 おろく村の面積の七十点四五パーセントを占有していたため、住む場所を奪われた住民は、米軍が廃棄したテントを張ったり、トタン吹きの仮住まいを建て、そこに何世帯かが同居することも稀ではなかった。戦前のおろく村は総面積三百九万九千八百四十六坪を所有しており、12部落で人口九千人、個数千八百0個で、文化、経済、 教育、その他のあらゆる側面で恵まれ喧嘩でも屈指の裕福農村でありましたが、図らずも去った太平洋戦争の結果、戦前所有していた土地の70、45%を軍用地に使用され、現在ではわずか192万4277坪しか残されておらず、余つさえ人口は1万4000に増加し、余儀なく密集生活をしているのであります。 小六村村長、長峰昭夫から1953年1月27日に琉球政府に提出された陳情書1953年4月、米国民政府はさらに住宅地となる軍用地を強制接取するため、12月5日に具子に武装兵を出動させ、残りの土地の約2.4万坪を強制接取し、米軍の那覇空軍、 海軍補助施設として利用した。1945年4月16日、沖縄戦の伊江島の戦いでは、日本軍の東洋一と呼ばれた飛行場があったため、米軍の6日間の激しい攻撃の標的となった。軍民一体となった島では、アハシャガマーやユナパ地区などの豪では、住民の集団死なども起こり、人口約半数の1500人の島民の命を、 奪われた。米軍は、その後、伊島補助飛行場を建設するため、捕虜となった住民をまだ、日本軍が潜伏する、都下敷島や、沖縄本島北西部の名護市辺野古にある、最も劣悪な環境にあった大浦崎収容所に、強制収容した。家村の帰島が許可されたのは1947年3月のことだった。 翌年の1948年8月6日には、家島米軍弾薬輸送船爆発事故が起こり、死者107名、負傷者70名という米軍統治下で最も多くの犠牲者を出した。1953年7月15日、米軍は地上標的を作るとの目的で家村新社、西崎の住民に立ち退きを通告し、1954年に工事を始めた。 1955年3月10日、米軍は最後通告を行い、翌11日に杭を打ち始めた。地元住民は中止を嘆願するが、14日には家屋に火をつけ、ブルドーザーで家屋や飲料水タンクを次々と引き倒し接収した。近年の資料で分かったのは、この新たな戦闘爆撃機は、ラブス低高度爆撃法という当時開発されたばかりの、 核爆弾投下の模擬訓練を行うためのものだった。アハゴン将校らは7月から翌年の1956年2月にかけて沖縄本島で非暴力による古事記更新を行って米軍による土地強奪の不当性を訴え、1956年夏の島ぐるみ土地闘争に大きな影響を与えた。1961年に家島土地を守る会を結成し、 団結道場を馬車に建設し、当時の歴史を今に伝えている。米軍による土地の強制接収に抵抗する人々。儀の湾伊佐浜、金は一年土地は万年の上り1945年の沖縄戦で、日本軍はノワ湾の地形を反斜面陣地として利用し、激戦地となったため、多くの住民が犠牲になった。6月には、 普天間飛行場建設が始まり、他にもキャンプマーシー、キャンプブーンといった多くの基地が作られたため、沖縄戦を生き残り、米軍の民間人収容施設に送られた住民の既存は極めて困難なものとなった。1954年4月、米軍は沖縄有数の美殿と言われた儀野安市伊佐浜の土地に水筒の植え付けを禁止する指令を出した。理由は、 かが発生しの応援を媒介するとのものであった。その後、民政府は住民に立ち退きを勧告した。キャンプズケランの拡大のためだった。住民は、私が車に歴引き殺されたとしても、我々の政権が保障されない限り、私は伊佐浜を出て行かない、戦争が終わって10年が経つ今日、我々の政権の基盤は伊佐浜の土地に託されたのだと、激しく立ち退きに抵抗した。 これらの住民の発言は、当時の米国民政府公安局が翻訳し、記録している。1955年3月11日、一部地域の強制接収が執行され、翌12日には座り込みをしている住民が強制退去させられた。7月19日、暗いうちに武装兵を乗せたトラックと、ブルドーザーがライトを消して、地域を包囲し、早朝4時半。 限界体制の中で銃剣を構えた米兵が警備する中、水田に砂利が落とし込まれ、ブルドーザーが高地の地ならしを始めた。住民、約200人が駆けつけ中止させたが、区長は基地に連行され、取り調べを受けた。30世帯余りの住民が生活の場を失い、追い立てられた。米軍との妥協を強いられる村の男たちの一方で、交渉の現場から阻害されていた。 伊佐浜の女たち約20人は農地一つないところへ移動しては子供たちの養育はできないと強く琉球政府の主席に直訴を行った。伊佐浜土地闘争は伊佐浜の女性たちが声を上げリードしていった。無力、無抵抗の我々、農民に対してアメリカ軍が行った暴力行為は我々は永久に忘れることができません。重権を突きつけてうろたえる。 女子供を田んぼに取って投げる沖縄戦さながらの光景でございました。伊佐浜の女性の階層傍挙米軍から追われた32世帯、住民約140人は住む場所を奪われ、戦争引上げ者の収容施設だった沖縄市高原のインヌミヤードイの途端、屋根暮らしを強いられた。そのうち10世帯60人は、琉球政府の勧めで、ブラジル移住を決断し、 1957年の夏にサンパウロ州サントス市に向けて出発した。人種差別のない新天地と言われたが、劣悪な環境とインフレの波で過酷な生活を強いられた。1家族のうち一世帯は7年後に帰郷する。また、ボリビアの沖縄移住地に移住する家族もいた。1945年4月1日、日本軍の北飛行場があったために、 米軍の最初の上陸地点となったヨミタン村では、米軍占領下で村の大半が米軍基地化されていたため、各地の収容所に送られた住民は、戦後もなかなか既存することもできなかった。1951年5月、米軍は都口区の既存許可を出し、住民は6年ぶりに都口に復帰した。翌年1952年9月に移動完了宿舎会を済ませ、 これから地域の復興をという時、突然1953年1月に米軍から立ち退き命令が伝えられた。鳥居通信施設の南側に、ソベ戦略通信省を新しく付設するためだった。3月、住民は立ち退き、取り消しのための請願書を提出するなどしたが、8月13日、ヒジャートハラ移住した。1960年頃になっても、ベトナム戦争と、 冷戦構造の激化を背景に沖縄の新規の土地収容は続いた。那覇軍港やホワイトビーチ、カデナ飛行場等でさらに拡張工事がなされ、天音根い三橋のある串川市昆布、糸満式庵、地年村式屋でも新たに土地摂収が行われた。伊佐浜、ありがとうございます。